芭蕉、馬匠島崎東村。フランスの旅に行くとき、私はカバンの中に芭蕉全集を入れて持って行った。異教の各社にある間も、よく取り出して読んでみた。冬の日、春の日から、荒野、サルミノを経て、墨田原にまで到達した。 芭蕉の死の境地を想像するのも楽しいことに思った。昔の人の書いたもので、それを読んだ時はひどく感心したようなものでも、歳月を経る間には自然と忘れてしまうものが多い。その中で、折に触れては思い出し、いつ取り出して読んでみても飽きないのは芭蕉の書いたものだ。 明日を思い、また夕べを思うべし。岩畜の多い場所のしや三分が檻に触れては自分の胸に浮かんでくるのは、明日を思い、また夕べを思うべし。というような心持ちから生まれてきているからだとは思うが、まだその他に、 自分の心を引く原因がある。近頃私は、少年期から青年期へ移る頃にかけて受けた感動が、深い影響を人の一生に及ぼすということによく思い当たる。ちょうどそうした心の柔らかい、感じやすい年頃に、私は馬蕉の書いたものを愛読した。その時に受けた感化が、 いまだに私に続いている。どうかすると私は少年時代に場所を愛読したと少しも変わりのないような、それほど固定した印象を今日の自分に見つけることもある。今から二十五、六年ばかりも前に、私は大見から山戸寺の方へかけて旅したことがある。 私はまだごく若い盛りの年頃であった。私は暑田から船で四日市へ渡り、亀山というところに一晩泊まって、伊賀と大海の国境を歩いて越した。あれから琵琶湖のほとりへで、大津、瀬田、ゼゼなどの町々を通って、最強から奈良へと通り、吉野寺を旅した。 私はもう一度琵琶湖のほとりへ引き返して、石山の茶状の一室に旅の足を休め、そこに一夏を送ったこともあった。私は自分の郷里の基礎寺の変遷を考えてみても、何ほど若い時の自分の目に映った寂しい伊賀の山中や、吉野寺の日当たりや、それから琵琶湖のほとりが、 その昔、昭文の詩人らの歩いた場所と違った感じのものである矢を言うことはできない。しかしあの度も、私にとっては、芭蕉に対する感銘を深くさせた。少年時代から私の胸に描いていた芭蕉は、一口に言えば、尊い老年であった。私はつい近頃まで、 場所という人のことを想像するたびに非常に年取った人のように思っていた。その晩年は人として到達し得る最後の尊い境地の一つだというふうに考えていた。ここにも潜入手となった印象が未だに私の上に働いていることを感じる。私があの古獣の編さした 馬将の一要衆を手にしたのは、まだ白金の明治学院に通っていたほどの学生時代であった。私が年少であればあるだけ、あの老成な気候文などを書いた馬所が、非常に年取った人であるという想像を浮かべずにはいられなかった。けれどもこれは、自分が若かった年頃に馬所を知ったというばかりではなく、 こうした潜入手となった印象を強める数々のものが他にもあったと思う。実際31歳で、すでに髪をないでしまって、自ら風羅棒と称したほどの人から、貧紙畜区に似ていると言って、自ら教区まで作ったほどの人から、大抵のものの受ける感じは、 あの律王という人の書いた馬将の肖像に見るような、忍者らしい着物に頭巾をかぶった年寄り臭い人物であらねばならない。沖きなという言葉の持つ意味が、一番よく当てはめられるのも馬将であるような気がする。馬将は五十一歳で死んだ。それについて、 近頃私の心を驚かしたことがある。友人の馬場君は、その昔白金の学装を一緒に卒業した仲間であるが、私より三つほど年重に当たる道君が、来年はもう五十一歳だ。馬場君のことを胡蝶王と呼んでみたところで、誰も承知するものはあるまいと思われるほど、道君はまだ若々しいが、 来年の馬場くんの年に馬将は死んでいる。これには私は驚かされた。老人だ老人だと少年時代から思い込んでいた馬将に対する自分の考え方を変えなければならなくなってきた。思いのほか馬将という人は若くして死んだのだと考えるようになってきた。 なるほど、元禄の昔と対象の今日とでは、社会の空気からして違うだろう。あの元禄時代の芭蕉王に、自分の友達仲間でも、格別気象の若々しい馬場君を比較することは、ちと無理かもしれない。それにしても、芭蕉という人が、大阪の花屋の座敷でこの世を去ったという時でも、実際において、 それほどの老年ではなかったということを考える。ついこの頃も馬場君が見えた時に、私はこのことを道君に話して、それから馬将の芸術の底にこもる、後期の高い情熱について語り合ったこともあった。四十ぐらいの時に、馬将はもう王という気分でいたんだね。と馬場君も言っていた。 もっとあの人が長く生きていたら、どんな死の境地が開けていったろう、というような話も、私たちの間に出た。とにかく、私の心の驚きは、今日まで自分の胸に描いてきた馬章のイメージを、十年も二十年も若くした。そう思ってもう一度馬章の全集を開けてみると、 冬の日のできたのは、馬将が四十歳になったばかりの頃だとあるし、荒野のできたのが四十五歳の頃だとある。サルミノの選ばれた頃ですら、馬将は四十八九歳の人だ。馬将の芸術は、それほど年老いた人の手になったものではなくて、実は中年の人から生まれてきた。 抑えに抑えた芸術であると言わねばならない。芭蕉が閉館の説に曰く、色は君子の憎むところにして、仏も誤解の初めに置くといえども、さすがに捨てがたき城のあやにくに、哀れなる方々も多かるべし、人知れぬクラブの山の梅の下串に、 思いのほかの匂いに染みて、忍の,の丘の人目の咳も盛る人なくば、いかなる過ちをかしいでてん。天のこの波の枕に袖しおれて、家を売り身を失う試しも多かれど、老いの実の行く末をむさぶり、米船の中に魂を苦しめて、 物の情をわきまえざるにははるかにまして、罪許しぬべし。人生七十をまれなりとして、身の盛りなることはわずかに二十四年なり。はじめの老いのきたれること、一夜の夢のごとし。五十年六十年の弱い傾くよりあさましゅう崩れて。 酔い寝がちに朝起きしたる寝覚めの分別、何事をかむさぼる。愚かなるものは思うこと多し、煩悩を増長して、一芸の優ぐるものは、是非の優ぐるものなり。これをもて、世の営みに当てて、貪欲の魔界に心を怒らし、 公局に溺れて生かすことをあたわずと、南下漏線のただ利害を破却し、老若を忘れて勘にならんこそ、老いの楽しみとは言うべきれ。人来たれば無用の弁あり、いでては他の家業を妨ぐる申し、尊敬が戸を閉じて、と五郎が門を閉ざさんには、 ともなきをともとし、貧しきを止めりとして、五十年の元父自ら処し、自ら近戒となす。これを読むと、中年の人の心持ちがさすがに隠されずにある。この文章の中には、襲い来たる老いも書いてある。儀芸の是非ということも書いてある。 沈黙ということも書いてある。貧しさの中に見つけた心の富ということも書いてある。恋愛に対する孤独な人の心も書きつけてある。朝顔や昼は情下ろす門の柿。この孤独と沈黙と修道者のような苦しみとは、 何を馬章の生涯にもたらしたろう。企画がサルミノの序文に書いたような徘徊に魂を入れるという現実は、あるいはそこから生まれてきたのかもしれない。馬章の芸術が印象派風な武尊の芸術とは違って、ソウルの芸術とも呼んでみたいのは、やはりそこから来ているのかもしれない。 しかし、馬所が、五十一歳ぐらいでこの世を去ったということと、この閉館の説にも出ているような、独身独居で形骸を苦しめたということと、その間には、深い関係のないものだろうか。数ならぬ、水戸な思いそ玉祭り。私はあの句の心を憐れむ。 馬蕉の三文には何とも言ってみようのない美しいリズムが流れている。かつて私は、長谷川二葉亭氏が文品の最も高いものとして馬蕉の三文をあげたのをある雑誌で読んだときに嬉しく思ったことを覚えている。全く思いかけなかったのは、私がパリにいる頃、 ベルレーヌに馬章を比較した一節をカミー・ユ・モークレールの著述の中に見つけたことであった。それを見つけたときに一部のフランス人の中には馬章の名が伝えられていることを知った。最も,もあのカミー・ユ・モークレールというような人がどうして馬章を知ったかということはちょっと私には想像がつかない。 老いの小踏み、奥の細道などの旅行記が何度繰り返して読んでも飽きないことは今さらここに言うまでもないが、馬将が巨大の落死者で書いたという佐賀日記に私は特別の興味を覚える。馬将の日常生活の消息があの感情な日記の中によく伺われるような気がする。 あの中に、一人住むほど面白きはなし、などと言いながら、右行夫婦を止めて、五人で一針の蚊帳に寝るほど、人懐っこい場所がいる。一つの蚊帳に五人では眠られなくて、皆夜半過ぎから起きて、歌詞を食いながら、暁近くまで話したということなどが書いてある。 その前の年に、馬蕉が盆蝶の家で泊まった時は、二条の蚊屋に四カ国の人が寝て、思うことが四つで、夢もまた四種と書いたと言い出して、皆を笑わせたということなども出ている。それからまたあの日記の中には、百日ほど暗夜を共にした都国の死を夢に言い出して、 すすり泣きして目が覚めたというパッショネートな馬章の性質も現れている。寂しだれや色紙へきたる壁の跡。こういう句となって形をとるまでには、馬章の情熱をどれほど抑えに抑えたものであるやも知れぬ。馬章には、 全く宗教に行こうとした時もあったらしい。かく言えばとて、ひたぶるに感弱を好み、三夜に後を隠さんとにはあらず。やや病心、人にうみて世を糸いいし人に似たり、つらつら年月の移り越し、つたなき身の戸がを思うに、 ある時は士官懸命の血を羨み、ひとたびは物理素質の飛ばそにいらんとせしも、頼りなき風雲に身を責め、課長に情を浪して、しばらく生涯の計りごととさえなれば、ついには無能無才にして、この一筋につながる。楽天は五蔵の心を破り、浪とは痩せたり、 剣具分室の人しからざるも、いずれか幻の住みかならずや、と思い捨てて不死ぬ。ここに引いたのは、サルミノの管の六にある、厳重湾の木の終わりの部分だ。企画が、この道の表、起こすべき時なれや、と言った。 サルミの苦衆のエピローグとも言うべきものの一節だ。厳柔庵は、菅沼曲水のお父にあたる、厳柔老人という僧の住んだ僧案で、そこに芭蕉はしばらく住んだということが、あの気分の中に書いてある。そういう歴史はとにかく、私はあの厳柔庵を、芭蕉の生活の奥の方に光って見える。 一つの象徴として想像したい。あの草案を、場所の生命の宮殿とも想像したい。無常迅速の境地に身を置きながら、永遠というものに対しているような詩人を、あの草案の中に置いて想像したい。まず頼む。C の肝あり夏子立ち。 あの厳重湾の跡は、石山から一里ばかりも奥にあると聞いた。場所の筆は、あの草湾が継承の良い位置にあったことを示している。さすがに春の名残も遠からず、筒子咲き残り、山藤松にかかりて、ほととぎすしばしばすぐるほど、宿かし鳥の頼りさえあるを、 きつつきのつつくともいとわじなど、そぞろに興じて。魂はごそ東南に走り、身は正宗東帝に立つ。山は羊猿にそば立ち、人家良きほどに隔たり、南訓峰よりおろし、北風海を浸して涼し。冷えの山、平野高根より、 唐崎の松は霞み込めて、城あり、橋あり、釣りたるる船あり、かさとりに通うきこりの声、ふもとの小田にさなえとる歌、ほたる飛び交う夕闇の空に、食いなの叩く音、美景、ものとして足らずということなし。 こんな風に除していった気分の一番終わりのところへ持っていって、事故の感想がかなり明らかに語ってある。いずれか幻の隅かならずや、場所はあの一句を書くために、一辺の厳重湾の木を作ったと言ってもいいような気がする。こうした幻想が、見たところ写実的な場所の芸術の奥にあるもので、 印象派風な武村や、現実的で、そしてプリミティブな味のこもった一茶の芸術などに、感じられないものだと思う。北村東国君にも、松島へ行って馬章を追想した文章があった。徘徊の総称たる身で、苦をなさずに松島から引っ返したということは、おそらく馬章の当時にあって、 非常に不名誉であると思わねばならないが、無言のままであの自然に対してきた馬蕉の姿が、かえって懐かしいというのが、松島に遊んだ時の北村君の話であった。北村君は馬蕉に寄せて、サイレンスということについて書いたが、あれは特色の深い文章であった。多くの人の生涯を見るに、 その人の出発したところと、帰着したところとは、よほど違って見える場合が多い。胸ふさといった時代もある場所が、涙の多い五十年の生涯を送って、隅田原の死の境地まで、屈せずたわまず歩き続けていったということは、よほどの精神力に富んだ人と思わざるを得ない。 馬将の弟子たちによって書かれた花屋の日記は、馬将が臨終の記録として、我が国の文学の中でも稀に見るほどパセチックなものだ。私は枯れ尾花にある企画の追悼の文章よりも、はるかに花屋の日記を愛する。あの日記の中には、弟子たちの性格が躍動しているばかりでなく、 それらの人たちに取り巻かれながら、厳粛な死を死んでいった馬将の姿が、目に見えるようによく現れている。あの中には、簡素な生活に甘んじてきた馬将が、弟子たちの志とあって、皆の作って進めた柔らか者の,の袖に手を通すところがある。あの中にはまた、 病んだ馬所が弟子たちに助けられて、日当たりの良い縁側に滑り出て、障子に飛び交うハエを眺める寂しい光景が書いてある。いずれにしても、私は今まであまりに、馬所という人を年寄り扱いにしすぎていたような気がする。あまりに千人扱いにしすぎていたような気もする。もっと血の気の通った人を見つけねばならない。 そこから、あの抑制した芸術を味わい直してみねばならない。この考え方から行くと、私は場所を統制という人の肖像を、そんな古巧なものでなくて、もっと別のものに描かれたのを見たい。たとえ同服に似たようなものをつけ、忍者のような頭巾をかぶっていても、その人の方は若々しく、 その人の目には、青年のような輝きのある肖像としてみたい。あら物草の王や、日頃は人のといくるもうるさく、人にもまみえじ、人をもまねかじと、あまた旅心に誓うなれど、月の夜、雪の明日のみ、友の下わるるも割りなしや、 物をも言わず、一人酒飲みて、心に問い、心に語る。いよりのと、押し開けて雪を眺め、または逆月を取りて、筆を染め、筆をすつ。あら、物狂おしの王や。酒飲めば。 糸ど寝られぬ夜の雪。と、場所は自白している。